上です。難しい。俺もなんかラーメン食いてえな。やめて。もう狙ってるやん、わざわざ。マリオやばいな、お前。普通にヘもできるようになってきたのか。変わったな、マリオな。はい。マリオも変わった。つなより、あいつやばいな。自分で会計で4万4千円払っといて、もらってないって言い出すんだね。やばいな、あいつな。いや、犯人扱いしてないじゃん。どっちも可能性をちゃんと元に話してるから。可能性でしか話してねえ。決めつけた話してねえから。予算もやばいね、あれ。脳で、脳みそ萎縮してるね。うん、どういうこと、萎縮してる。もう酒飲んで、もう頭悪くなってる。うん、ずっとやってる。B 型なのに。地雷だけどね。そうなの。酔ったふりするからね、あれ。でもなんか、ヨッサンはゼロワンがキスしたっつって、うん、キスもしてねえから。昔な、キスしたの。あ、今じゃなくて。今じゃねえよ。昔はラボホ連れてって、うん、電話を。いや、もうそれいいよ、それいいよ、別に。今言わなくていいよ。電話を5分ぐらいやってやったよ。いやいや、それ聞きたくねえんだよ、別に。聞きたくない。そんな話聞くんじゃん。じゃあ、そういう話振るな。そうだね。あ、じゃねえんだよ。歌も下手だし、お前。どんだけ下手なんだよ、歌。マジで下手。みんな聞いてよ、ほら。俺より下手なやつ初めて。ロビさん、どうしたの。一回しか来たことないし、来たんですよ。また戻ってきたんだけど。戻ってきた。俺ちょっと、ロビさん、俺マジ知らねえから、一回しか知らん。会ったことないっつって。大丈夫。大丈夫。なんかピンクのね。大丈夫。あのリスナーさん、やばい、ちょっと。でも、頑張って、おっぱいずっとこうやってやってたんで。ピンク姉さん。ピンクのお姉さんね。すごいんだよ。まずお店に鬼電かかってきて、ゼロワンさんのお会計払いますって。で、ボーイがロビさんに相談したら、ロビさんがもうほっといてって。それでもずっと鬼電かかってきて、しまいにお店来たんよ。お店に。はあ、ゼロワンさんって言うから、うちのリスナーの子って言ったら、いや、リスナーではありませんって。だってアプリ持ってないって言うからね。アプリ持ってない割にいろんな配信見てるんだよ。まゆちゃんの頃から見てますとかね。どうやって見るの。わかんないね。まあ、可愛い系っていうか綺麗系だね。うん。でミーコとの悪いところって全部ゼロリスにするからね。枠が荒れると。そんなゼロリスいないから言うほど。うん、で俺ドンペリ入れたじゃん。お会計を払ってくれた。で、あの銀行の紙ブートあるでしょ。お金持ってたんですよ。あそこに、まあどうだろうな、60、70ぐらいはあったと思う。ざっと見た感じ、
だお金は持ってるんだよね。うん、お金は。なんだろうね。うん、ドンペリなかったけど違うのになったけど、ドンペリレベルのやつだから。ドンペリ高いやつだよ。うん、ドンペリ高いやつ。9万円ぐらいのやつね。うん。皆さん口説いてた。まあ、吉さんは誰でもいいからな。まあ、好かれるつかセレブは多いからね。でも俺みたいにやっぱ頑張ってる人が多いね、リスナーさん、うん、よく仕事もしてるし、そういう人が多い、うん、で多分ツナじゃない、クルはすごい人気出ると思うね、うん、そうじゃない、面接的に、50万下ろして持ってきてな、うん、ピンクの数字あれ森マンだね、森マンじゃないとあそこまで出ない、うん、ピンクのお姉さん、うん、しっかりとしたビラビラをしてる、うん、じゃあ抱いてあげなよ、ゆめきがずっとね、抱いてあげな抱いてあげなって言ってくるんだよ、お前が抱けよって言う、俺にずっと言ってくるよね。いや、そこまで言うんだったら抱いてあげたらいいじゃん。そこまでってね、何も言ってないよ。ビラビラがとか。だってね、マンスジでだからね。マンスジで出たよ。しっかりと。強いな、ブルマ、もうパンツがブルマパンツってか。お前も舐めるように見てたな、お前ケツを。あの。なんていうの、ハーフパンツっていうか、もうなんかブルマみたいな状態だったからな、うん、バン狙いだったら水着配信どうなんねん、バンなってんのあれはバン狙いとかじゃないんだよ、うん、うん、マジでギョーンってなってたから、わかる、ギョーン、お尻も、まあね、ちょっとまあ垂れてたかな気持ちね、うん、プリンプリンではなかったかな、プリンプリンではいい年ですよね、うん、いい年とか言うなよ、せっかくよくしてくれたんだから、いやいや一番ダメよ、女俺が言う前に今散々言った、体のことよりも年齢が一番ダメよ、今散々言った、うん、いい年ですねって一番傷つくで、いや、うん、ビラビラ大きいより全然傷つくよそれはそうよね、女性ね、うん、ビラビラ大きいって言われても何言ってんだろうと思うけど、いや、ビラビラだって大きいかどうか見てないから、結構上ですよね、は気をつくよ、見てないから分かんないじゃん、うん、うん、笑い狂ってるこいつ、ゆめきはもう眠たい、マジで歌が下手、ゆめき、ゼロワンにだけは言われたくない、下手すぎ、ゼロワンに言われたらもう生きていけないよ、いや俺の葛飾ラプソディは決まったよどうやっても決まってなかっただろう、決まったよね、みんな超えられんとか、ユメキの音痴もやばいから、音外れすぎ、これもうまかったよね、15号ちゃん、怖いよ、キャリーが可愛いね、可愛いね、でハンバーグ作りしないといけないから、いやもう いらんやろ今絶対に、予算俺のこと好きっつうか認めざるを得ないんだよ、嫌いだと思うけどね、予算ね、実際に強いから仕方ないし、ヨスさん楽しそうだったよ、いやベロベロや、なんか女の子がやっぱり
いるから楽しそうだな。よっさんは本当に人として終わってる。ミーコがいなくなってももう配信者としてじゃないね。ピンクちゃんが現れてもうベロベロ、もう楽しそうだね。脳も萎縮してる。ダメだよ。でこれから先もっと話がループするし、酔っ払ったらもっと同じことばっかり言うし、もっと人のこと聞かなくなる。今はまだね聞くけど、うん、厳しいや、うん、厳しくなってくよさ、うん、あと5年も経ったらもうあかんで、ね、会話できないレベルな、もうずっとループ行ってるだけになっちゃう。いや、あれ勘違いじゃないんだよ、69号さん。分かっててやってるんだよ。分かっててやってることがめくれて勘違いって言い訳してるんだよ。本当は俺にね、そんなにつつかれると思ってなかったから、だからもう帰るわ帰るわでしょ初めからね。苦しかったんだよ。急に上がった。クラッカーください。ちょっと前寮の方行って、うん、前寮の方行って、で、どういうこと、倒すから、右行って、うん、どう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 、ちょっと待って、いるかな、いけない、大変だ、会社のやつ、そう、大変なやつ、腰が痛い。これはこれの目ですね。これを乗せて、ね、こっちに置いて。いけるいける。ちょっと待ってよ。意気消沈しとるやん。運転代行の代行の方に乗って帰っちゃダメなのかな。あ、でもここに来るんですよね。うん、今日3時、今何時ですか。今3時44分やばいよ、日本代表始まるよ、サッカー見ないとね、えみんな日本代表始まるよね。やばい、今一気に元気になった。
日本代表始まるでしょ、ドイツでしょ。へえー、面白そう。ねえ、始まるよね、ドイツ戦。サッカーやってたの、ゆみくんは。サッカー俺好き、若い時やってたし好き。うん、知らないよ。いや、サッカー始まるでしょ今。テレビ見れんのかなこれ。始まるよ。あ、サッカーの音してる。日本は PK でワールドカップで1失点をしました。その PK を蹴ったのはギュンドアン。ギュンドアン。こうやってみるの、ね、始まるよ。しかし内容では苦しい展開でした。そこから10ヶ月。訪問には始まるぐらいだよ。見せているでしょうか。これ以上ない相手です。ドイツ戦だよ。本当にちょうどキックオフするぐらいだよ。ドイツのキックオフで始まりました。うん、始まった。キックオフやったばっかりやん。わーわーわーで。もしもし。はいはいはい。はいはい。ドイツやってんだよ。強いよ。あと5分だ。あのね、ちょっとあんたの気信じる方がクズだと思うよ。ありがとう、クラッカー。ただどうですか、こうワールドカップと違う
それでも繋いでいこうとしましたね。そうですね。さあコーナーキックです。うん、パイコいたよ。内角では相当ドイツが勝っていると思います。あんちゃん90センチを超えるメンバーのドイツ、ファーサイドまで持っていけ。ゴールキーパーです。さあさあ、ゴールキーパー今日は大迫というチョイスになりました。そしてあのヨーロッパでプレーしている、あの経験のある2人ではなく、ジェリーでプレーする大迫が出ているというところは、かなりそのハイボールの強さが出ているというところも特徴ではないですから、すごいちゃんとプレーしている。クーちゃんいたよ。ここでプレーをしていますユーリマ。ボランチに入れます。少し前線のラインが下がっている日本。4-2-3-1のフォーメーションで。もうすぐ運転代行来る。センターバック、おっと、ボールが残っています。板倉と富安というセンターバックが残っています。ワールドカップのドイツの戦いでは4-2-3-1でゲームに入って、苦しい状況で。うん、クルちゃん可愛いね。もちろんある程度その一人一人が守備のエリアを狭くしてコンパクトに陣形を取れば、ある程度力のある相手に対しても守れるっていうところはワールドカップもしっかり見せましたから、これからこの3年半次のワールドカップに向けて一人一人が守れる守備を広げていきたいですよね。ありがとう。クルちゃん配信持ってこ。エリアを守る広さを目標としていたんですね。広さはその辺りの考え方ですけど、いやもう石田さんが言った通りだと思いますね。やっぱり攻撃的なウイングにいい選手たちがいますので、できるだけ後ろに進めさせないように後ろの選手をコントロールするのと、まあ、今日で言うと伊東純也だったり三笘が相手のサイドバックに対して、まあ、高い位置からプレスできるようなことが体勢が多くなれば、よりチャンスが多くごめん、あれか、財布取れるかな。どれですか。どっちか。そっちめ。あ、いや、ジロワンさんの財布。ジロワンさん。はい。もう払っていいですか。あ、大丈夫です。はい。はい、じゃあ僕があっちの手っていいですか。こちらに乗っていただく形になります。ダメ、もう一人寝てて乗れなくて。あっちも同じくらいだったら別に狭いですよ。あ、いいですよ、狭くても。いいですか。あの行く場所だけお伺い。あ、西新井本
西新井本町4丁目の西新井本町4丁目21-11。21-11。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ではまた。はい、いいですか。 あ、後ろ、よし、ありがとうございます。